264GL ボルボ260シリーズは、スウェーデンの自動車メーカーボルボカーズが1974年から1982年まで生産した乗用車である。その基本設計は1968年登場のボルボ164と共通だが、240同様、1972年に試作車が公開された実験安全車。 ボルボ・ベスクで試みられた多くの安全対策が実用化されている。具体的には前後の衝撃吸収ゾーンの拡大、ステアリング機構のラックピニオン方式への変更による操縦性改善などである。この拡大されたエンジンベイを利用し、従来の164に用いていた自社製直列6気筒エンジンに変え、ルノープ場と共同開発した。 PRV2664ccv 型6、気筒エンジンを搭載したのが260シリーズである。同じエンジンは、ルノー30プジョー604、後には、ランチアテーマ V6 にも用いられた。1974年秋に1975年モデルとして、最初に登場した260シリーズは4ドアセダンの 264DL と 264GL であった。 翌1976年モデルでは5ドアワゴンの 265DL265GL が追加され、2ドアの 262DL262GL も生産された。なお、アメリカ及び日本には V6 エンジンの排気ガス対策が遅れたため、1975年まで164が輸入された。百七十七年には六十二をベースとした。 高級版の 262C がジュネーブモーターショーで発表され同年から1981年まで生産された。1980年には排気量が 2800cc に拡大され、従来の B27 型から B28 型に故障が変更された。1982年に760が登場すると260はこれに後を譲って消滅した。 4気筒の240は1993年まで継続生産された。リムジンモデルの264手が1975年から1981年まで作られ、特にメルセデスベンツや BMW には立場上乗りたくないドイツ民主共和国の政府、公用車として多数が用いられた。同国のエイリヒホーネッカー国家評議会議長は、 在任当時264手を改造したランドレットを儀式用に用いていた。日本にも輸入され当時のディーラーの親会社であった。定人社長夫人大谷雅子もオーナーであった。ミドアクーペの 262C も1978年から1981年まで作られた。屋根を低められた車体はイタリアのコーチビルダーベルトーネによって製作された。 1974年を最後に、柳瀬が、ボルボ車輸入から手を引き、代わって発足した、定人の子会社、定人ボルボが1976年以降264を販売した。当初は、角型ヘッドライトが、車検に通らず、米国仕様の丸型四等式に変更されていた。265は上陸しなかったが26 26、264って262。 C も輸入された。164以来安全性、信頼性から240ほどではないが、比較的多数が販売され、1986年以降はメーカー現地法人のボルボジャパン、1991年以降はボルボカーズジャパンが輸入販売を行った。ありがとうございます。